やっぱりこの季節はねあのー、注意を怠らないようにしないとねああなんかそうかそうか問診法まず書くのねえー、とんでは前とか性別とかね生年月日ねそれから質問いろいろ答えるんだえっ、ー、とあなたは願えば夢は叶うと思っていますかまあそうかなそうだねはいえー、あなたは人の話を信じやすい方ですかあまあ信じやすい方とまあねいい人については信じますよねあなたは オンンラインサロンに入ったことがありますか、まあ、いや入ったことないんだけどな入ったことないあなたはオンラインサロンに興味がありますかまああるって言えばあるんだよねあなたはお金を儲けることが人生の幸せをもたらすと思いますかまあお金儲けねまあ大事だからねあなたは努力すれば報われると思っていますかまあね努力すれば報われると思うよね あなたはポジティブシンキングですかそうだよねこれ超ポジティブシンキングだからなでもなんでこんな問診票なんだろうなおかしいなはいあのー、終わりましたお願いしますはい、えー、そこに座ってくださいねはいあの腕とかまくんなくていいんですかこれいや腕まくらなくていいですよえここあのインフルエンザの予防注射のとこじゃないんですか違いますここは インンフルエンサーの注射ですえ今ちょっと変えましたね。インフルエンサーの予防注射どういうことですかいやだから世の中にはね、自分はこんな風にお金儲けてるとか真実かどうか分かりませんけど、あなたもこうやればね、お金儲かるよっていろいろオンラインサロンに入って入りなさいとかね、学校に登録しなさいとかそうやって、ガッポガッポの人がいるでしょ。そういう人に引っかかんないためのインフルエンサーの予防注射です。はそんなの嫌わ。いやあなた絶対。 移民フルエンゼの予防注射した人てとか「いいよあなた!」。